試合かどうかもちょっと怪しいね。まあでもこういうところだね。あ、はい。セミファイナル、2代目晴れた方が決定戦。三冠期間というか、こめかみ出場者、多いよならねあんなボイスでガリガリ君来ない。メガネ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 大丈夫ですか、腰言わせてんすか。メガネあ、もういいっすげえ。今から優勝今から優勝どこ行ってやるのかな。みんなモチベーション低い。全員そうなの。じゃあもういいじゃん。そうな立ち合います。ここで立ち合います。はい。
いや、その通りでいいよ。ガッツリとガッツリとか。めちゃめちゃパンチ切れてるおい、もう無理だ切れてくれよパンチ危ない今死んでたぜ、死んでたぜちょっと日本ちょっと文化だね。マジやりたい。なんで東京から来たのにさ。なんだよ。じゃあ OK。OK。はいよ。はい。よし。こんなった。すごいバンバンやるじゃん。すごいバンバンやるじゃん。俺の頭がなくなったセーフ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 よいしょよいしょあーよいしょあーほら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 あーやりそうやつあーだだだだだだだみんなあわかった
最初も誰もいないとこから練習始めるんですけれども、何がねすごいっつったらね、倒立して前転する準備運動あるんですけど、倒立のね倒立前転めちゃくちゃ綺麗なバーですよ。世界に本当に中島翔子のレベルはね、世界に通用するレベルです。これはもうね間違いないと思います。間違いないね。はい。というわけでね。いろいろね我々もやってますけれどもね、今日は、この東神奈川のエクストリーム柔術道場から生中継でお送りしてます。中継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 細かすぎて伝わらない晴れた高校の打ち上げの居酒屋でメニュー決めるときに後輩がとてもいい注文をした時の晴れた高校。おお、すいません高校さん、今日はだし巻きの方でいいですか。ということで、晴れた高岩の滑らない話ダイエット編、一時期ですね、体に気を使ってダイエットをされていたということ、炭水化物を抜くということですね。皆さんですね、仲間と食べ放題に行ったわけですよ。そしたらですね、そうめんをガーッと食べて、それは炭水化物じゃないですかって言ったら、え、違うよって言ったところです。いやプロレスは戦いじゃーん。言うからそれは誰よりかかってる、これやらないし、これあ、入ってる、入ってる、いやーおっ、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 やりこうだ、やりこうか、あ、そうか、だからこんなってちょっと今から晴れた高岩クイズを出させていただきますので、はい、ちょっと真剣に答えていただきます。なりたいですよね、高岩ね。いや、違う違う、なりたい、まあ、晴れた高岩です。では、問題です。はい、ドラゴンボールの世界の金銭の通貨単位は知らねえ、知らない。それ晴れた高岩クイズ、はい、あ、はい、ぜひ、あ、1高岩、おー、おー、よし、俺はシステムを理解したぞ。孫悟飯が通っていた高校の名前は知らねえよ。いや、ここに、はい、
いいよ別に誰でも何だっけ何でもいいんだよ何でもいいなんだっけな、お客さんでも大丈夫ですよ、お客さんでも、お客さんも晴れた効果になれるよ、ブリッジストーン覚えてねえよ、知らねえ、なんだこれは、フュージョンを教えたのは何星人、はい、あ、はい、ナメック星人、メタモル星人、メタモル星人では、瞬間移動は、あー、出るわ、これ出るわ、瞬間移動、はい、ヤドラス戦一効果、あーいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、おじさん全くついて手がする、はい、いや、そこ、このおじさん、手前のおじさん、手前のおじさん、僕のおじさん、お久しぶりです、一番ポカンとしてるじゃん、俺もよくわかんない、RAW さんの作法が、でも、よくわかってま、巻き込めってことあれ、どっちも OK です、はい、じゃあサイヤ人の科学力はもともと何人のもの、知らねえって、知らないな、知らねえよ、ツフル人です、あなんかダメじゃん、はい、天パイ人公開は何のどこの島で行われますでしょうか、知らない、サパイヤ島です、よく覚えたんだね、プーアルと声優が同じキャラクターがいます、プリリンとヤジロベみたいな、はい、プーアル、うん、あれ、くしゃみすると人格変わる子、父でしたっけ、ついに行っちゃった、正解が早く出た、ついに行っちゃったダメだ、エミエラは下級高官だ、くそー下級高官だ、全然、いや、全員そう、全員になっちゃった、下級だ、だから羽田効果じゃねえだろそれ、シャガヘッチャーの2番目の歌いだし、いや、ちょっと空を急降下ジェットコースター、ガーッ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 これはなんだ待たせたな、おぉ観光散歩、おぉあぁあれはほっ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 、起きろ、チャラ起きろ、起きろ、起きろ、あなたが生きてたのは
チャンスだ、よかったね。あれチャンスかよ。チャンスは正解だ。あれがバカだけど、お前らみんな勝ったんだな。いや勝ちました。ってことはお前らみんなが偉大で晴れた交換だ。やばい、2代目ガンをですね、このなんだかわかんない方向性にして全然ハルタコーラじゃなかったけど、2代目ハルタコーラになりますよ。おめでとう。はい、でですね、2代目ハルタコーラの得点まだまだあります。はい、まずはですね、2代目山田組の組長の襲名することです。毎月西大島で山田馬之助とでかいチモスと飲みのミーティングしてもらいます。トリヘイで、トリヘイです、トリヘイで、トリヘイで、あのすごいミーティングがあります。トリヘイ美味しいもんね。美味しい、美味しい。はい、で、あとですね、あの晴れた高岩って、まあ、割とちょっとビッグネームなんですね。こう自分で言っちゃうんだけど、なんで、まあ、そこそこ一目置かれるんですけど、なんか不祥事が起こった時、例えばこの前で言うと高島平の名高いした時、ああいう時ね、あのある方面からメールが来るんですよ。はい、お前らの、なんかお前が若いの教えてるくせに何やってんだ、俺全然関係ないのに、マジだった俺が悪いみたいな、なんかメールが来て怒られたりとか、あとは、あるポッドキャスターと会った時に、藤井さんってすごい大御所なんで、あんまり気軽に話しかけなきゃいいですって、話しかけなきゃいいですよみたいな、あのネガティブキャンペーンみたいなのをこう若手が行われたりとか、あとは夜中とか平日に無差別ででかい地元から電話かかってきちゃう。大体でかい地元と私タッグチームなんで、ね、なんかちょっとこうでかい地元と同じような感じなのかなと思って若手から焦がれたりとか、なんかいろいろあってね、ねね、誰も俺の方がいい。グレート富士のコムラクラッチ、また来週。メインがちゃんとやってくれてた。